どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義の時間です。今回はですね、自己肯定感を上げるための5つのポイントということで、ナミさんの方から動画をいただきました。私はですね、えー、このアンサー動画ではないんですけども、えー、自己否定感についてちょっとお話ししたいかなと思います。まあ自己否定っていうと、自分のことがね、ダメな人間だとかね、 もう何をやっっててもダメなんだっていう風に、だからちょっとね人格否定と勘違いされる方がいるんですけども私の言う自己否定っていうのはまだ自分には隠された能力があるはずだともうちょっと何か打つ手があるんじゃないかなっていう風に、自自分のの可能性を信じるための自己否定なんですよね。もう十分自分は手を尽くしたという風に肯定するんではなくてまだ何かいい方法あるんじゃないかなっていう風うに、まあ、考え続け行動し続けるための 自己否定論ですかね。この自己否定論を上手に使うと自分の成長や発展に、まあ、寄与していくんではないかなというふうに思っています。私もね、50になってもう一試合できるんじゃないかなと思ってね、新しい分野、キックボクシングにトライしてみましたけども、いよいよ10月1日が試合です。チケットも完売しました。いや、思ったよりもね、私のチケットも売れるもんですね。ありがとうございます。それではね、これからも上手に自己否定して、 新しい自分と向き合っていきましょうそれでは